平成21年11月14日、そばの産地、阿蘇市浪野で、浪野高原新そば祭りが、道の駅浪野で行われました。浪野高原新そば祭りは、道の駅浪野の神楽園イベントデッキで行われ、浪野そば生産組合の古澤国吉組合長が開会を宣言して始まりました。この新そば祭りは浪野高原で栽培、今年の秋に収穫された新そばを観光客たちに味わってもらおうと、阿蘇浪野高原そばの里づくり推進協議会が毎年開催しているものです。会場では地鶏そばや稲荷の中にそばを詰めたそば稲荷、そばコロッケ、そばぜんざいなど5種類のそば料理が1杯100円で販売され、そば打ちの実演も行われました。そば祭りにやってきた人たちは、浪野の伝統芸能横堀岩戸神楽を見物しながら、地鶏そばやそばコロッケなどを食べ、新そばの風味を味わっていました。阿蘇市浪野地区では48戸の農家が75ヘクタールでそばを栽培しており、今年は台風が来なかったので、そばの作柄はよく、美味しいということです。